どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうゆです。さあ、本日はですね、こちらペヤング超超超大盛りギガマックス納豆キムチ。マルカ食品さんね、ちょっとここ最近ペースが早い。これがですね、また、全国販売前にセブンイレブンで発売に先行発売しております。うわ、すごい、なんかすげえペヤング食べてる気がするんですよね、最近企画で。いや、素晴らしい。またね、超高カロリー動画でございます。でね、うちといえばもうちょっとね、もうスコビル値の高い男になりたいので、またデスソース入れていきたいと思います。これね、もうそろそろ次のね、デスソースレベルの高いやついきたいんですよね。早速準備していきたいと思います。あーへー、多分これが納豆で、火薬で、あーな、そういうことか。これソースがちょっとキムチのあれっぽいのが入ってるんだ。なるほどね。え、ってことは元がちょっと辛い。じゃあ早速お湯の方準備していきたいと思います。完成しました。すーごいキムチの匂い、あとね、このあれが納豆のね、匂いもほのかにしてくると、いや、いい感じに出来上がってますよ。早速ちょっと食べていきたいと思います。いや、すげえ、あ、いい感じ、いい感じの香りになっております。ちょっともうがっつり混ぜで、早速ね、いただきます。あ、うん、おいしい。あー、市販で売ってる感じの日本のキムチっていう感じのキムチ、本場のね、キムチって結構酸っぱいんですよね。いい感じの、キムチの素、瓶で売ってるような感じの。あ、これ美味しいわ。さあ、お時間ですね。ちょっとスコビル値が高ければ、これね、夏バテを防止しいけるんじゃないかなと。え、もうさ、元がさ、赤いからさ、わかんねえっていう話ですよね。ペヤングさん、すごいね、辛い、匂いが辛い。本格派に育ちましたね。まいったな。よし、いただきます。うん、あ、混ざってない、辛っ、場所が、うわー、いかん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 。あ、一気に世界が変わった。辛っ。完食です。やばい、結構やばいことになってる。あー、もううまい、キムチ納豆美味しい。イメージはスーパーとかの納豆巻きの納豆の感じ。あー、納豆っぽさを出しつつ、でもすげえ気になるほどの匂いでもないという、まさにこれ食べやすい。これやっぱね、ちっちゃいやつだと多分売れる。これもちっちゃいね、通常のやつサイズ感だったらね、もっと売れる。いやー、ぜひね、先行発売、セブンイレブンで先行発売しておりますので、ぜひね、見つけた方、興味ある方、買ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。